ステーション。おしゃべり。やってまーす。はい、おしゃべりやってまーす。最後放送ニューヤークでーす。いや、いや、大きいですよ。もう、ノイズが治んないよね。なんだろう、聞いてる方にわかんない、全然わかんないやつですけど、うん、なんだろう、間で大丈夫ですか、大丈夫ですかっていうふうに言ってるやつは大丈夫なのに、肝心な時のどうぞとかあ、ほら、これは大丈夫だろ、これは言わないんだ、今大丈夫だろ、ね、なんで押し方でしょ、だからわかんない、今大丈夫、うん、今大丈夫、なんでなんだろうね、草むらりいいんじゃねえかな、だから違うん、入れるときに何かしてんじゃないの、その初めのところだけ、あ、まだ大丈夫、おお大丈夫ですけどね、今ね、はい、ね、本当に、大変ですけどね、うん、みんな大変ですね何の何やねん、何の話か分かんねえし、もううっせえなボケが。黙るんじゃねえ、黙るんじゃねえよ、さすがに、進めろよ、うるせえなバカ、いつ、いやいやいや、うるせえ、うるせえ、いるじゃん、だって進めろ、いるじゃん、今日先喋る、ミニコーナーおじゃこさんテモリーですけどね、何にもなかった4年前なんですけど、10月24日はね、はいはい、スケジュールの都合でお休みの神谷さんの代わりに竹本さんが、うん、1年3ヶ月ぶりに登場、うんうん、当時始めたばかりのスマホゲームクラッシュオブクランについて熱く語っていましたということでね、あれ神谷さんの代わりに竹本さんが来たっていうことは俺とロケ君はいたってことかなっていうことですよね、それで何クラッシュオブクランのことを喋ったんだ、誰もわかんない話だねまあちょっと興味ありますけどね、神谷君だったらね、うん、でいないでしょ、いないね、で俺とケイ君だけじゃん、クラッシュオブクラン全く興味ないじゃん、いやこのゲームをやるた、ね、ニコン生かなんか配信番組に出るためにこのゲームとかっていう話ですか、違う、違うか、はい、違うやつか、違う時だ、なんかそんな、ただやってるだけ、朝始められたんです、そうか、まあ、タケボンさハート強いじゃん、だからなんか他人が興味なくても喋りなかったら喋るじゃん、あの人なるほど、俺たちどんな顔して聞いてたの、いや画面が細かいんで、うん、沖合さんはちょっと老眼で見えない4年前ですでに老眼で見えない、そうもう見えないんだよ、ヤングさん興味ないやつ、一応聞いてあげて、はい、あ優しい、そういう意味優しいね、沖合さんはそういうことはってました、一緒にやろうって言ってました、やろうって言ったらもう嫌だっつってた、見えないから、見えないんだよねキャラクターだけがなんか動いて成立するようなつむつむみたいなやつとかだったら分かるんだけど、あスロットマシーンみたいな感じだったらね、スロットマシーンとにかくね文字が見えないんですよ、ね、テキストとかも読めない、それでもさおけいくんって割とゲーム好きだったじゃん、今も好きですよ、どうしてんの、どうしてるだってもうでけへんよまあ家にいるときはメガネかけてやってますけど、うん、ハズキルペ、ハズキルペじゃないけど、まだハズキルペじゃないね、ハズ、え何老眼鏡をかけたら、うん、そのゲームやってても目疲れないの、そのイライラしないの、別にイライラはしないです、見えないなとか、あイライラはしないです、あそうなの、ほら近眼でさ、うん、メガネ外して外歩いたら、はい、見えないからもうすごいイライラするのよ、うん、ああなるほど、あれはなんないんだ、うん、老眼はそんなことはないです、見えてはいます、細かい文字がもうこれもちょっと滲んで見えますけども、でその時イライラしないの、別に見えないなって思うえ人格人格性格の問題かも、ね、そうなの、見えないな、はいって見えない、見えないからいいわ、あそうなの、見えないとすごいイライラすんのよ、そのなんていうのかな、見なきゃいけないものだからでしょ、あそうなのかな、うん、車とか乗ってて車とかには それは知らないです、特にうーんたまに標識の細かい文字とかは見づらいですけど、うーんでもまあ一応パッと見分かるようなもんじゃないですか、うん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 、標識とかってもちろん大きくね、うんうん、出てるから視認性よくできてるから、うん、まあなんとかなってます、うーんそうなんだ、その老眼の人ってそういやあんまりその見えねえなこの野郎って言えへんもんね、うん、そうですね、近眼の人はすぐ言うよ、あそうそう、もうすぐ
もうってなるよそれ用のをかけたりしないんですか。あ、もちろんもちろん、メガネかけてる時は平気やけど、メガネを頻繁に、うん、かけたり外したりする時とかって、はい、まあまあリビングに置いといて、うん、トイレ行って、うん、本読む時とかね、うん、あるじゃないですか。あ、メガネかけてへんかったなった時にね、うん、もうなんやねんってなるよね。トイレで読まないから分かんないな。嘘、ほんとトイレに俺、ま、トイレで本読むから、うん、トイレにでっかい書庫みたいなのがあるんだけど。いますよね、そうですね。この間ウォシュレットが壊れて、うん、取り替え工事の人が来た時に、トイレに入った瞬間に、わ圧迫されちゃってるびっくりした。トイレに書庫ってそんなね作ったの。トイレに書庫、そういう、そ、うん、スペースがあったのを活用したんですか。あ、そうそう、広いトイレだから、その前のところにその本棚を置いて入れたの。そこに本がバーって入っていっぱい入ってるんだけど、地震の時とか倒れないんですか。地震とか知らねえやんなの。いや、何度か地震あったじゃないですか、大きいやつ倒れない。うーん、上に置いた、もう重ねちゃったある本は落ちたけども、ね、あ、でも入れてる本とかはもう関係ないから、その本棚自体も倒れないし。トイレってやっぱ強固でしょって言いますかね、うん、そうですね。トイレって柱と柱の間が狭いから、うん、強固だからあんまり揺れないよね。揺れは同じか。何でもほらぴったり入ってるから、うん、何ぴったり入ってんじゃん、うん、もう合わせて作ってるから。なるほど。だからもうこっからずれないもんね。うーん、こうはずれるだろうけど、落ちてくるだろうけど、こうはずれないから、だから揺れないよね、あんまり。揺れなくはないと思うけども揺れない頑丈かもしれないけどね揺れなくはないよねあれ、向きによって大きい地震やった時は違ったね、落ちてるものが。向き、向き、縦とか横ってこと。うん、でマンションってさ、うん、真四角じゃないじゃん、タワーマンション以外は、はい、うんうんうん、でこうなってんじゃん、なかったりね。これは揺れるんだけど、うん、こっちは揺れないのよあんまり、うん、だからこう向きに置いてる家具とかは移動してないんだけど、うん、こう向きに置いてる家具はもうガラスとか落ちちゃったりなんかして、一応食器ストッパーがかかるやつなんだけど、食器ストッパーを飛び越えてバーンって窓開いて、ガラス開いて中のが落ちてたりするぐらい揺れたのに、うん、こっち側向きに置いてるやつは何にもなかった。へー、だそういう感じじゃないのマンションって。うーん、だそれを考えて家具の配置をすると、うん、地震でもそんなに揺れないっていうか倒れてこないね。でもどっち向きの地震が起きるか分かんないじゃないですか。でもだからこう向きに揺れたとしてもこっち広いからこうはあんまり揺れないのよ。ああマンション自体、じゃあ横に長いマンションは、そう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 、横に長い方に家具を置いとけとか、ね、そう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 、こうのところはやっぱりバコーン倒れるもんね。まあ理屈としてはなんとなくわかりますけどね、うんうんうん、本当に合ってるかどうかわかんないけど。そうねそうこんななっちゃってからね、きっとね。そうやった言うてる。こういうやつはこうです、どっちかっていうと。ああもうこうなったらわかんない、ね、こうなったらもうバーンってなるよ、ダーンダーンって。まあ、あとほら免震型揺れるように作ってあったりするじゃないですか。そう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 、わざとね、わざとマンションね、でっかい揺らすから。免震のかやばのショックのあれがね、大変だったですね。かやばの改ざんが、あああれね、ああ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 れね、改ざんね、あれね、本当ですよね、あれ。えらいこっちゃですよね。やっぱり公共施設は発表しないとやばいからっつって発表したけど、民間施設は発表してない、発表してないんですよ。え、なのであなたの家がそうかもしれないお前もなあっていうことでね、うん、あれやっぱり反対あるんですね。その作ったところがもし言われたら、うん、もうこのマンション売れなくなっちゃうから、だから発表しないでくれっつったら発表しないでいいんだって。すごいね。でも耐震基準満たしてなかったら、うん、ダメってことでしょ。本当はダメ。でも発表するかどうかっていうのはその、でも検査したら分かっちゃうもんね、まあ、検査したらね、だから住んでる、今住んでる人には伝える義務とかあるんじゃない、うん、もしかしたら、うん、ただニュースで発表したりマスコミに発表する必要はないと言われてんじゃないの、うん。10月26日更新分のおしゃべりやってマックス第5放送は、舞台の稽古が立て込んでいる小野坂さんはテンション低めでお送りします。舞台の本番直前のおけいさんはいつも通りです。普通歌では高級コーヒーの話から
良くないタイプのグダグダになります。スタッフが一人いないだけでこの番組は終わりです。オーケー君のダイエットコーナーにはハロウィンらしい吹き戻しが届きました。ありがとうございます。でもほとんど吹き戻しを吹いた記憶はありません。人を殴るって楽しいですね。時間がないので後半畳みかけます。エンディングでは小野坂さんのラジオの下手さを実感してください。